はい、河合選手です。はい、よろしくお願いします。あれ、それは何、オリジナル？あ、そうです。自分で作ったの？自分で作りました。ミスタースキンヘッド、はい、見ての通り大宮の実況の人にミスタースキンヘッドって呼んでもらって、うん、それで作りました。作った、はい、どうなの評判は？いや、結構欲しいって言ってくれるですそうだろうね。でも、はい、強くなって成績いいとみんな欲しい欲しいって言うよね、多分そうです、もっと強くならないといけないです、はい。うん、ここのとこちょっとなんからしさがないじゃない、競争。そうです、なんかできれずに終わることが結構多くて。迷ってんの？いや、迷ってるわけじゃないんですけど、うん、なんか思い切りが悪いように見えるんだけど。そうですね、なんか、ま、そういう時が多いですね。ね、自分の中では行ってるつもりが行かれちゃったりとか、うん、なんか噛み合ってないっていうか、なんかそういう時が多くて、うん、でも少しずつなんか掴みかけてる感じはあります、うん、自分の中で、はい、見てたイメージがね、はい、もうちょっとこう積極的に主導権取って、はい、でよく粘るなっていう感じで見てたんだけど、はい、ここのとこちょっとしばらく ね、 そうですね、なんかあれどうしたんだろうというね、できれないレース多いし、はいはい、で出たと思ったらすぐ叩かれてるし、はい、で中途半端にね、あの、まあ、今の選手って意外と粘ったりしないんで、はい、あの下がるだけ下がって後手踏んで終わっちゃったみたいなレースがあるじゃない、はいはい、なんかこう粘って外どかしてでも行こうかみたいなのないの？あ、でもそういう時もあります、はい、うん、はい、なんかその辺もうちょっとねこう、はい、レースの中で見えるようになる、見えるようになると、はい、ね、もっといい感じになってくると思います、はい、ね、分かりました。あの練習の内容とか変わったわけじゃない？あれ、あ、結構ウェイトトレーニングを今まで自分で勝手にやってたんですけど、うん、ちゃんとトレーナーつけてやるような、うん、あのオールスターで、ま、全く通用しなくて、うん、もうそれ全部やり直そうと思って、うん、まあ、そういうところが変わったところで、うん、え、その成果としては自分で感じてる？まあ、トレーニングのそういう扱えるものとかは変わってきてて、うん、でもそれがその後自転車なんですか、今まで通りに乗ってたらちょっとダメだなっての最近気づいてて、まあ、当然ね、はい、あのパワーがついたらそういう乗り方になってくるだろうし、はい、あのない人とある人ではまあフレームなんかも違ってくるし、はい、それは体が変わればね、はい、いろんなものを変えなきゃいけないっていう、はい、まあ、進化してるってことだからね。そうですね、今その段階っていうか、うん、ちょっとそこを探りながらっていうところがあります、はい、ということで来年は楽しみだな。そうです、そのために今頑張ってますえ、このヤンググランプリはどう？ヤンググランプリは、まあ、自分短期なんですけど、うん、どこか、まあ、で仕掛けて大穴開けれたらいいなと思って、はい、あの、どうなの、人の後ろ走るよりはやっぱり自分でやった方がいいってこと？その方が自分はいいかなと思って、はい、これどっち、性格的に、脚力、脚質的に？まあ性格的なものかもしれないですし、脚質的にもそっちの方がいいかなと思います、はい、今回は。これほとんどね、はい、性格、まあ、脚質も当然あるんだけど、はい、性格で人の後ろで上手に走ってっていう人もいれば、はい、まあ、人の後ろだとどうしてもうまくいかないっていう人もいるしね、はい、そこはやっぱり自分をしっかり、ね、判断してレースっていうのをやらなきゃいけないと思うので、はい、その代わりあとはね、自分でやるときには躊躇しない、はい、これが一番だよね、はい、じゃあ明日思い切ってなんか走ってるっていうところ、はい、ここにいるよっていうのを見せてくれないと、はい、頑張ります。明後日が、はい、ね、はい、なんとなく走ってたのって言われると困るでしょ。そうですね、それだとちょっとどっか存在感、はい、ね、来た意味がないんで、はい、レースを見せてほしいと思います、はい、はい、頑張ります。ではファンの皆さん一言。そうですね、大穴開けるように頑張ります。応援よろしくお願いします。